え、お前ってさ、はい、何も普通に就活して、もう、あの、なんていうの、社会人になってみたいなのがもう決まってた。そうです。あと、あれです。俺、あの教員免許。持ってる持ってて、はい。すげえな。教職課程取ってたんで。あ、マジで？はい。え、すごっ。そうです。え、じゃあ、教師になるかもしんなかったって感じ？めっちゃ迷って、うん。って感じっすね。え、でも今多いんだっけ？そのなんか教員免許持って。で一応取っとくみたいな。あ、でも結構いると思いますよ。すげえ。じゃあめちゃくちゃ単位取ったんでしょ。めっちゃ取りました。すごくね。最終的に、いやいやいや、でも結構いるんじゃないですか。すごっ。な、何ちなみに免許。中高の地歴公民です。地歴公民、はい、社会ってこと。そうです。え、お前史学科とかそういう感じなの？歴史学科とか。いや、全然です。全然普通に、はい。すごっ。いいな。でもいけますよ、全然。やばいっすよ。でも、正直。まあでも、教師。歴史好きな？歴史、まあ好きっすね。へぇ。得意っすね、なんか。誰好きな歴史の人物？好きな歴史の、いや、でも、誰だろう。でも、ベタになっちゃうんですけど、坂本龍馬とかは、マジ好きっすよ、俺。ベタだろ。はい。なんか、教員免許持ってるから、思ったなんか、みたいな。いやいや。そこなんだみたいな来るかと思ったら、めっちゃ普通のやつなんだ。そうっす。まあ、そういうもんなんだ。はい。へぇ。坂本龍馬のなんかあれ、古典じゃないですけど、なんていうんですか、あの歴史、うん、博物館みたいな、うん、なんかそれ展示されてるやつとか行ったり。へぇ。あ、そうなの。はい、高知行ったりとか。へぇ。はい、すげえな。でもそれなんか営業トークとか使えるかもな。歴史好きな社長とかめっちゃいるから、あ、それ言った方がいいかもな。意外と、なんかその社長室とかに結構さ、はい、あのなんていうの、その偉人のなんかあれとか額縁に入ってたりするじゃん、はい、ああいうのなんか、あっと思ったら、そういうの結構いいトークになるかもしれない。確かに、この間あの行ったところありましたよね。あったよ、龍馬が行くの本。龍馬が行く、あったっけ。ありましたよ。あ、さっき。はい、俺 あると思ったんです。ええー、じゃあそんなん全然言った方がいいですね。言って言っていいと思う。よ、行くか。ああ、すみません。時間がかかる。